こんにちは、翔太です。今回なんですけど、モルドレッドのですね、情報が出てしまっているというところでですね、見ていこうかなというふうに思います。いや、もうゴリゴリ出とるな、というところでですね、見ていきましょうか。もう試着もできちゃう、なんなら。あ、いや、よくない、試着もできちゃう。声も聞けちゃう、もしかして。あ、それはないな。というところでですね、全部の情報出ちゃってるんで、もうこれはもうやるしかないですよね。これはもう運営さんが悪いですよ。私は全然悪くないです。あの運営さんが悪いんで、やっていこうと思います。まずですね、黒かっこいいドレス、ドレスがですね、流血状態耐性無視 100% つきます。なんで流血に絶対するぜっていうですね、あの強い意志を感じるようなキャラクターになりました。援護制御でですね、反射時に、流血を付与できるキャラクターなんで、相性はいいんじゃないかなと思います。で、指輪かっこいいな。こんな指輪欲しいわ、私。筋力レベルかける80ですね。というところで、筋力値を伸ばすことができるというところで、このキャラクターは筋力ダメージが結構強いキャラクターになっているので、そこが伸びたというところで非常に強力なんじゃないかなというふうに思います。てなわけでですね、流血状態耐性無視 100% と筋力レベルかける80が追加されましたよと。っていう中で、じゃあどういう性能になったのかっていうところをですね、今一度見ていきましょうか。まず専属武器見ていきますが、体力レベルかける280、攻撃力 21%、 物理防御貫通1100、これが MR の武器で、 UR1000 の武器が体力レベルかける260、攻撃力 19%、 物理防御貫通1000と、めっちゃ必須かって言われるとそういった武器ではないかなというふうに思います。通常のパッシブ先に確認していくと、攻撃力 58%、防御貫通線で HP 58%、筋力値の2倍分敏捷ダメージカットで、筋力レベルかける360にかけプラスして80になったんで、440ですね。で、物理回心ダメージ耐性 60%、 筋力値の3倍分攻撃力ダメージをカットで、パッシブの3がですね、自身が撃破された時最大3回復活可能、復活後 HP を 40% 回復して狂乱と援護制御に入ると。で、この援護制御はちょっと弱めの、ダメージ 65% カットで、ダメージ反射 120% で、流血剤薬を攻撃を受けたら流血剤薬を 40% 付与するっていう風な感じになっています。で、残り HP パーセンテージ最低の敵に筋力値の12倍ダメージですね。狂乱に入っているんで必中クリティカルです。です。攻撃前、敵の有益状態と整合状態を全て解除しつつ、敵の HP が 50% より低いとダメージが3倍、つまり筋力値の36倍のダメージになるというところで、これが、この死亡時反撃がですね、とにかく強力なキャラクターとして、しばらくですね、このモルドレッドっていうのは活躍していました。そんな中ですね、遠差ダメスキルが実装されたというところで、筋力ダメ、攻撃力ダメって書いてありますね。どんな感じか見ていこうと思います。めっちゃ強いこと書いてあるな。筋力、敏捷、知力、攻撃力ダメージ 70% カット。これもう己の身で 70% カットするんで、すり抜けダメージとかもすり抜けずにダメージカットすることができる。ブルーンヒルドとかと同じですね。めちゃめちゃ硬くなったかなというふうに思います。もともとかなり柔らかかったんでね、これは非常にいいと思います。で、戦闘終了まで自身に解除不可の幸運整合付与と、クリティカルが 20% 上がって、状態性が 50% アップしたところでだよな。で、筋力、知力、敏捷で 50% も上がるの、結構上がるな。 50% 上がるのか、めっちゃ上がるな。筋力勝負ではよっぽど負けないですね。かなり筋力ではめっちゃ強くなったかなというふうに思います。で、出陣時ですね、自身に援護整合、5ターン付与で、これが一緒の援護制御ですね。 65% ダメージカットなんで、ただ自身の援護影前血清が解除不可になるんで、援護制御で 65% でダメージ、防御無視系に関してはさらに 70% ダメージカットになるんで、パーセントダメージは 65% カットしかないんですけど、防御無視関係に関しては88%ぐらいかな、ダメージカットがあるというところになりますので、非常にですね、ダメージカットはしやすくなったんじゃないかなと、耐久力上がったかなと思います。で、スキルが、これスキル1の話かな、スキル1の方が、筋力値の10倍のダメージが加算される。で、スキル2の方ですね、っていうのが最大攻撃力 100% ダメージが入る。あ、これいいやん、めっちゃ強いやん。で、このスキル発動中、自身の HP は 1% を下回らない。反射に強いの来たね。反射にも強くて、このキャラクター、モルドレッド、狂乱キャラなんで、弓章にも強い。なんか、あれみたいですね。
OD みたいな感じになってきましたね。またスキル2で反射ダメージに強いって、ちょっとこれ風魂のダメージとちょっとずれちゃうんで、個人的にはそんなに評価は高くないです。スキル1でこれがあったら結構良かったんですけどね。パッシブ3ですね、に関しては復活回数が1回増えるみたいです。復活回数3回と少なかったんで1回増えるのは非常にいいですね。死亡時反撃も1回増えるってことになるので非常に強力かなと思います。で、復活後は血清ですね、付与者の HP 上限の 100% のダメージを吸収してくれる血清を、付与するっていうところで、復活後の HP が 40% しかなかったんですけど、血清を付与することによって、実質 140% ですね。しかもこの血清剥がれないので、ちゃんと 140% 分はですね、ダメージを肩代わりしてくれるっていう風なものになっているのかなという風に、思います。さらにですよ、影舞ですね、4ターン入ることができるというところで、影舞ですね、このキャラクター特徴的なところではあったんですが、スキル1でしか入ることができないし、復活したら消えてしまうというところで非常にですね、噛み合ってなかったっていうところがあったので、剥がれない影舞を復活時に付与できされるようになったというところで、最大10ターンでですね、物理回心ダメージが 10% かける、影舞の残りターン数増えると。で、クリティカルが出るたびにターン数がプラス1伸びていくんで、最大ですね、物理回心ダメージを 100% 伸ばしてくれるっていう風なものになっております。これはですね、パッシブとして、物理回心ダメージないので、実質パッシブとして上げてくれるっていうところで、非常にこれも強力なところになってくるかなという風に思うので、個人的には結構強くなったんじゃないかなという風には思いますね。じゃあアクティブスキル一応確認していきますが、スキル1の方が筋力値の10倍、スキル2の方が最大攻撃力 100% ダメージ入るって感じですね。スキル1が、自身に鍵前ですね、 3ターン付与します。復活後は4ターン付与なんですけど、ただ復活のたびにターン数リセットされるのもちょっと微妙だなというふうには思いますが、残り HP パーセンテージ最低の敵を6回攻撃で、毎回 600% の物理ダメージと筋力値の18倍で、最大攻撃力の 50% ダメージが入ると。敵 N 名を1回追加攻撃できるんですが、この N の部分は鍵前生後の残り単数、が入ります。割とですね、幸運生後にも入ることができたんで、6になることは多いんじゃないかなというふうに思います。追加攻撃の際は敵の有益あるいは生後状態1個解除、毎回攻撃前自身の残り HP が 50% より低いと HP をダメージの 100% 分回復することができます。で、自身に狂乱があると必ず回心、必中クリティカルで、攻撃時回心率 40% アップ、すべての攻撃を味方6名に力強生後ですね、4ターン付与して筋力値の 2.5 倍分攻撃力ダメージをカットすることができると。スキル2の方が敏捷値最高の敵を8回攻撃し、毎回 700% の物理ダメージと筋力値の8倍で、最大攻撃力の 100% ダメージ、1% 以下の HP にならないっていう風な能力が追加されていると。毎回攻撃前自身の残り HP が 50% より低いとダメージが倍で、狂乱だと必中クリティカル、全ての攻撃を味方6名に攻撃成功を付与して、筋力値の 3.5 倍分攻撃力ダメージをカットで、自身の HP 予想ダメージの 35% 分回復することができるというふうなものになっています。いや、スキルはそんなに強いなと思わなかったですね。ちょっと結構エンサダメスキル自体は強いなというふうには感じたんですけど、スキルの攻撃回数が特に気になりましたね。火力としては多分問題ないんじゃないかなというふう、結構筋力値も上がりましたし、火力としては問題ないかなというふうに思うんですが、スキル1がですね、6回攻撃と6名攻撃ですよね、最大。で、スキルには8回攻撃しかないので、やっぱりちょっと十数回攻撃ぐらいはしてもらわないと、最近の環境だとですね、なかなか、ダメージを与えにくいと、敵を倒しきることが難しいというところがあるかなというふうに思いますので、ちょっとこれなかなか使い、火力はちょっと物足りないのかなというふうに思ってしまうことはあるかなというふうには思いました。ただですね、問題点だった耐久ですねっていうのはかなり改善されたかなというふうに思いますし、影前ですね、っていうのもしっかり維持できるようになったというか、維持はしてないんですけど、しっかりですね、復活後も、繋ぐことができるようになったというところで、持っていた方、特に今も使っている方に関しては、もう絶対取った方がいいかなというふうに思います。めちゃめちゃ耐久も
増えて、まあ、火力もそれなりに伸びてるかなというふうに思いますので、取って損はないキャラクターかなというふうに思います。まあ、ただこれはいつも言うことですけど、まあゼロからモルドレッドをこれから取って、花嫁貸して使うぜっていうふうな使い方は基本的にはやっぱりおすすめではないかなというふうに思いますので、まあ、そういった方はですね基本的にスルーしてもらった方がいいかなというふうに思います。てな感じですね。まあ、私は取らないでおこうかなというふうに思います。あ、ただあれか、集中攻撃じゃないんで、大天狗との相性はめっちゃいいですね。あ、大天狗との相性めっちゃいいな。大天狗とセットで使いたいキャラではあるかなというふうには思いました。あ、まあ大バウン力ほどではないですけど、相性の良さで言うと、まあ、このキャラクターあんまりちょっとね、大天狗と相性のいいキャラって少ないので、まあ、そういう意味では優秀なキャラクターとして見てもいいのかなというふうに感じます。今回の動画はここまでにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、 X のフォロー、高評価、チャンネル登録、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。